こんにちは、セイン・カミユです。私はプレイグラウンド・オブ・ホープ・プロジェクトのメンバーです。私たちの目標は岩手県、宮城県、福島県の被災地で滑り台やブランコなどの遊具を設置することです。震災で幼稚園や公園なども流されてしまい、子どもたちの遊び場だったところには仮設住宅などの施設が建てられたりして、子どもたちの遊び場がなくなっています。南三陸の仮設住宅のお母様方にアンケートを取ったところ、今最も必要なものとして何がありますかと聞いたところ、一番多かった回答が子どもたちの遊び場が必要としていますということだったんですね。プレイグラウンド・オブ・ホープで子どもたちがまた元気に遊べるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。